ノーマン・ブルックス、ノーマン・ブルックス、ノルマン・ブルックス、1877年11月14日から1968年9月28日は、オーストラリア・メルボルン出身の男子テニス選手。フルネームは、サー・ノルマン・エベロド・ブルックス、サー・ノーマン・エベラード・ブルックスという、20世紀初頭の時期、1900年代から1910年代にかけて活躍し、1907年の ウィンブルドン選手権でイギリス人以外の選手として初の同選手権優勝者となった選手である。左利き。目を見張るようなテニススタイルからザ・ウィザード、魔術師というニックウムで呼ばれた。ウィンブルドン選手権は1877年に第1回大会が行われたが、1904年の第18回大会までは男子シングルス決勝はすべて、 イギリス人選手が独占していた。1905年の大会で、ブルックスはイギリス人以外の選手として、大会史上初めて、チャレンジラウンド、チャレンジラウンド、挑戦者決定戦を制し、前年度、1904年優勝者、ローレンス・ド・ハティへの挑戦権を得た。当時の競技システムは、前年度優勝者を除く、他の選手たちが、チャレンジラウンドを1回戦から戦い、 そこを制覇した人が前年度優勝者と決勝、戦う、オールカマーズファイナル、オール、コーマーズファイナルで優勝を決定していた。しかし、初めての決勝戦でブルックスはドハティに6から8、2から6、4から6で敗れ、この時は、ウィンブルドン初優勝を逃している。1907年、ノーマン・ブルックスは、ウィンブルドン決勝で、アーサー・ゴア、 1868年から1928年を6から4、6から2、6から2で破り、大会史上初めてイギリス人以外のウィンブルドンに優勝者に輝いた。このブルックスの優勝を皮切りに、ウィンブルドン選手権大会の顔ぶれも国際化が始まる。この後、1910年から1913年までニュージーランドのアンソニー・ワイルディング、 1883年から1915年がウィンブルドン4連覇を達成する。1914年のウィンブルドンで、ブルックスは7年ぶりにチャレンジラウンドを勝ち上がり、オールカマーズファイナルで、前年優勝者ワイルディングの大会後連覇を阻止して、自身の7年ぶり2度目の優勝を飾った。しかし、この後すぐに第一次世界大戦が勃発し、ブルックスもワイルディングも従軍することになる。 ブルックスはイギリス軍の隊員として働いたが、テニスの同僚であったワイルディングは1915年にフランスで戦死してしまった。1918年11月に第一次世界大戦が終結し、翌年の1919 19年からウィンブルドン選手権も5年ぶりに再開された。ノーマン・ブルックスは1914年度の優勝者として、 チャレンジラウンドの勝者を待つ立場で大会に臨んだが、この時はすでに42歳を迎えていた。相手は同じオーストラリアの24歳、ジェラルド・パターソンであったが、さすがに5年間の戦争によるブランクと18歳の年齢差は隠せず、ブルックスはパターソンに3から6、5から7、2から6で完敗してしまった。ブルックスは男子テニス国別対抗戦。 デビスカップのオーストラリア代表選手としても1905年から1920年までの長きにわたって活躍した。ブルックスの時代には国名の表記もオーストラレーシア、オーストラレナからオーストラリア、オーストラリアに変わっている。デビスカップは1910年に大会開催がなく、当然ながら第一次世界大戦による1915年から1918年までの中断もあった。 その間にブルックスは1907年から1911年のデハイ4連覇、1910年の中断を挟む、1914年と1919 19年の優勝に貢献した。1919年にウィンブルドン決勝で同国のパターソンに敗れた後、彼らはデハイの決勝でアメリカに勝ち、ブルックスはビル・チルデンを破っている。1920年が、 ブルックスの最後のデハイ出場になった。ブルックスのテニスは、とりわけ足したようなサービスと、ボレーに強烈な印象があったという。テニスのラケットさばきも、同じ面で、フォアハンドストロークとバックハンドストロークを打つ子ができた。当時のテニススタイルとしてはやや変色的であったが、そのことからブルックスは、魔術師、ザ・ウィザードというニックネームで呼ばれた。ノーマン・ブルックスは、 テニス選手を引退した後、1926年にオーストラリアローオンテニス協会の会長に就任し、1955年までその要職を務めた。1939年には第一次世界大戦での従軍を評価され、イギリスからサーの称号も授与された。1968年9月28日、ブルックスは故郷のメルボルンで90歳の長い生涯を閉じた。 没後9年目の1977年に国際テニス伝道入りを果たしている。全豪オープンの男子シングルス優勝者には彼の名前を冠したノーマン・ブルックスチャレンジカップが贈られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。